ニューヨークのとある病院で産声を上げたのが私。ああ、いい子ね、ウィルソン。後の世に名を残す数学者、ウィルソン・ケラーだ。幼い頃、私はあらゆることに早熟だった。生後わずか半年にして自分の名前や月などの単語の意味を理解し発音できるようになり、ウィルソン、これはあなたが書いたの？うん。1歳になると自分が発音した言葉の綴りを覚え、拙いながらも字まで書けた。3歳の頃には父がタイプライターを打ち込む姿を見て、ウィルソン、これはお前が打ったのか？見よう見まねでタイピングを習得。この時打ったのは玩具の注文を出す手紙だった。それでもこの時までは両親もまだ私を早熟な子だとしか思っていなかった。ほら、誕生日のプレゼントだ。さすがのお前にもちょっと早かったかな。だがそれも4歳の誕生日まで。父が私にプレゼントしたのはラテン語の小説本。ありがとうダディ読めなかったら言うんだぞ。簡単なのに変えてやるからな。将来的にいつか読んでくれたらと思って両親はプレゼントしてくれた。今読めるわけないのだから。しかしそんな父の予想を裏切り、私はそれをすぐに読破してみせた。そしてこれをきっかけに様々な書物に興味を持ち、今日はこれにしようかな。父の書斎で著名な叙事詩などを読み漁った。それも英語版ではなく未翻訳の原書を。私の成長はとどまるところを知らず、6歳でアリストテレスの倫理学やロシア語をはじめとする6カ国語を習得。1215年1月22日は何曜日？木曜日です。そしてどんな日付でも瞬時に計算し、ピタリと曜日を言い当てることができた。この頃は特に成長著しかったようで、大学レベルの数学の試験で合格点を取り、卒業おめでとう。中学、高校にあたるグラマースクールに入学した上、3日で3年生に進級し、わずか7ヶ月で卒業。7歳でハーバード大学医学部の解剖学試験に合格し、8歳で MIT 入試をクリア。この8歳の子はすでに全米最高ランクの中学教師たちよりも賢いだろう。著名な大学の教授にそこまで言わしめるほど、私の知能は一般人の常識を凌駕していたのだ。ちなみにこの4歳から8歳までの期間、次は天文学をテーマに一冊書いてみよう。私は4冊の本を執筆している。いくつかは紛失し現存していないがね。11歳になると正式にハーバード大学に入学。言うまでもなく史上最年少の入学者となり、私が思うに4次元体とは、数学教授たちの前で講義を行うこともあった。子供のくせにと批判する人は最初の講義を機にいなくなったよ。計量心理学者に知能指数250から300と推定され、振動の名を欲しいままにした私は、おめでとう、お前は我が家の誇りだ。ありがとう父さん。若干16歳にしてハーバード大学を卒業した。今にして思えばここが人生の絶頂だった。大学卒業後、私の日常は徐々にほころび始める。大学を卒業した年、私はテキサス州の大学で数学教授に就任した。教え子は全員年上だ。しかし、なんだこのレベルの低さは。ここではとてもやってられない。私よりはるかに年長なのに低能すぎる学生たち、彼らに心底落胆し、私はわずか1年足らずで辞職した。それからさらに1年後、18歳の時にハーバード大学法科大学院に入学し、学生時代同様常に好成績を収めていたものの、ダメだ、満たされない、全く満たされない。言い知れぬ物足りなさを感じ、3年後に中退した。満たされることのない飽くなき知恵の探求心、その鬱憤を私は政治活動に向けた。何をする、話せ。その結果、反徴兵パレードに参加した私はあえなく逮捕され、ウィルソン、一連の辛抱だ。きっと疲れていたのよ。ここで休めばまた元気になれるわ。習慣こそ免れたものの、両親が所有する別荘に1年幽閉されることになった。1年の幽閉期間が終わり、家に戻ってからの私は自慢だったはずの頭脳を生かすこともなく、毎日計算機を叩いて数値を入力するだけの簡単な仕事をして生活していた。そんな張り合いのない生活が14年続いたある日、私の半生をある雑誌が取り上げた。振動の没落だと、ふざけるな。私が培ってきたかつての名声と今の苦境を低俗な読者を喜ばせるために面白おかしく書き立てたのだ。もちろん私はプライバシー侵害として出版社を提訴した。裁判は7年続き、静粛に。最後は僕の敗訴という結果で幕を下ろした。僕は公人とみなされ、プライバシー権を認められなかったのだ。それがとどめとなったのだろう。同じ年、私は脳卒中で倒れ、
残念ながらお亡くなりになりました。失意の中この世を去った私は後世で成人してから成功しなかった神道という不名誉な見本としてたびたび引き合いに出されている。だが今を生きる諸君も忘れてはいけない。すごいわ、もうおしゃべりできるなんて。この子は天才だ、早く勉強させよう。幼少期に天才ともてはやされた者は80年の人生をうまく生きることが難しいということを。